こう下がってきて、よっさん、特によっさんの影響って大きいんだけど、よっさんが金杯過疎だな、400とかに下がって、300に下がってって言い出すと、また問題行動で何か起こすから。それの繰り返し。そもそも金杯って、気違い配信者で有名だったんだから、雑談で評価されたりとか、なんかそういうのじゃない。だから、まあ仕方ないよ、それは。劇場だ。あ、花火師、ありがとう、大花火ありがとうございます。金杯はコメント読む人間を初めから決めてるように見える。ほー。でも、まあ、大本芸を、大本芸というか、あの金杯劇場を劇場として見れる人は放送が楽しめるんじゃない？スイーツさんでいらっしゃい。金杯劇場をね、劇場として見るならば楽しめるんじゃない？俺はもう、その、ああいう台本とか劇場型の放送って僕の放送スタイルではないから、僕はやらない。ただ別に金杯を否定してるわけじゃない。あれはあれでいいんじゃないでしょうか。それは金杯のやり方だから。俺は面白いと思わないけどね。まあそれだけじゃね。俺の放送が面白いと思う人もいれば、金杯みたいな放送が面白い人もいるし。顔出すか出さないかでラジオにするか迷ってる。キツネちゃん。長年やってきた僕が言ってね、なんだけど、顔出しはやめた方がいいと思う。顔出しはやめた方がいいと思う。顔出した方が、表情、この身振り手振り、いろいろ感情が見えるから、人気は出る確率は絶対に顔出しの方がいいんだけど、ただ、デメリットは大きい。特定だったりとかして、社会に戻れない環境、社会からどん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 戻れない環境にはなるんじゃないかなとは思う。俺はそういうことを知らない、もしくはそういういたずらとか特定とかがあまりそんな、まあ俺は何も知らない中、インターネット生放送やってるし、まだメジャーじゃないかったからね、ネット配信っていうのが。だから顔出しするなんて当たり前のようにみんなやってたんだよ。それで弊害はなかったの、最初。みんな。その時代にやってるから、だけであって、今まあある程度配信がメジャーになってるので、社会に戻る気があるんならば、顔出しはするべきじゃないね。そうすると、本来は、家特定されたりとか、いたずらがあったりとか、嫌がらせがあることなんて、ネット配信をただ顔出しやってるだけで、あるはずがないんだよ。あるはずがない。でもやる人間がいるのは事実なので、いや、顔出しはやらない方がいいんじゃないかなと思う。俺はちなみに、木更津に住んでるとき、ね、家が、住所なんか特定されてなかったのに、ね、その時付き合ってた彼女がパンを買ってきて、ね、このパン美味しいんだよな、今からパン食べまーすって言って、そのビニール袋でパン屋の名前が書いてあって、それだけで特定されたよ。マジで。いち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 、パン屋の袋なんか見ねえだろ、俺、どこのパン屋でーすとも言ってるわけじゃないのに、パン屋の袋ちょろっと映っただけで特定されるとか、しねえだろ、調べねえだろよ、そんなもん。マジで。そんなもん。そう、サメちゃんところとかね。まあね、サメちゃんのリスナーがすごいからね。だからまあ、本当に、家族だったりとか、まあ、うなちゃんマンみたいにね、家族もない、彼女もいない、ああいう風なね、人だったらいいよ。でも、まあ俺、彼女いるしさ、そういう風に親族がいたりとか自分の大切な人がいる場合は、まあやめた方がいいんじゃないかな。本来は、調べることじゃないんだよね。人気出ない。やり方次第じゃない？これが最初顔出しなんかしてなかったから、それで成功してるので、顔出さなくても別に成功しないってわけではないだろうな。ツイキャス配信者で顔出ししてない人で、ある程度人集めてる人間っているので。まあ、俺はもうちょっとそういう配信してないけど、コメントに対してボケツッコミをやる配信を最初やってたけど顔出ししながらも、そういう配信でもリスナーはボケツッコミとかそういうのを待ってるのはあるんじゃない？でもそれだけで持つかって言ったらわかんないけどね。彼女いるのを伏せて、顔出してればバレる。
どかってニコ生では人気なの。どかちゃん人気だった。うん。僕がニコ生戻ってから、俺がニコ生最初やってた頃は、どかちゃん、どかちゃんって、もうごめんね。こういうこと言ったらなんだけど、僕がニコ生最初やってた頃は、どかちゃんなんて眼中になかったし、正直どかちゃんって知らなかった。名前は聞いたことあるぐらいで。だったけど、僕がニコ、ツイキャス行ってニコ生戻ってた時は、僕と同じぐらいのレベル。人を集めてるね。人気あったよ、だから。うん。高いいらっしゃい。和道雑談。変わらない。89号。和道はニコ生時代は雑談配信。基本的に。あ、ちなみに、このふわっちでは和道って有名だけど、ニコ生では無名です。まあ、いわゆる過疎って言われる部類。ニコ生では。和道っていうのがニコ生で名前が知れたのが、ロハコさんっていうね、配信者がいたんだよ。僕より全然上の50代ぐらいの60近いおじさんがいて、それがまあホモっぽくて、うん、男が好きなのよ。それで、まあちょっとある有名な配信者と、ね、有名な配信者のね、チンコをペラチョしたっていうので、問題になったわけよ。それに和道が一噛みしてたわけよ。和道が一噛みしてて、それで和道が最後の方にニコ生やめる寸前ぐらいに話題になったぐらいで、基本過疎です。和道はね、うん。そうそう。別に特に人気があったわけでもないし、コミュニティがでかかったわけでもないし、アクティブって言ってコメントが10分間にいくつ走るってあるんだけど、そういうのが多かったわけでもない。ファントム、ニコ生では俺の先輩だよ。まあ、先輩したらいいんだけど、ニコ生時代は俺より配信歴先にやってるし、人気あったよ。また配信スタイルが違ったけどね、ファントムとか喧嘩突者。うん、スカイプとかで、いろんな配信やと喧嘩取って口でこうやって言いまかすみたいなさ、そういう配信が流行ってた時代。タヌキ93号いらっしゃい。和道が多分ニコ生のコミュニティ、まあ、ここで言うとフォロワーだよね。フォロワーが和道、ここで言うとフォロワーだけど、ニコ生ではコミュニティレベルが多分、レベルじゃなくてコミュニティ人数が多分5000人いないんじゃないかな。多分。3000人とかそんなもんじゃないか和道。まあ言っても5000人だろうな。和道がね。ニコ生時代。うん、俺が2万5000人ぐらい、うん。5倍ぐらいだね。人数で言えば。うん、まあそれぐらい差がある、うん。ジンギスカは有名だし、やっぱり俺より人気あるよ。94号。配信頻度が少ないから、ある程度人気があると、配信頻度が最初が多かった人間が配信頻度少なくなると、やっぱりそこにバッと来るからね。でも、独自の配信してるからね。ジンギスカンは。金梅は、俺の伸び方と金梅のニコ玉の伸び方は違うのよ。僕は、こんな感じ。こんな感じね。うん。基本的には、徐々に右肩上がりで上がっていく感じ。うん。でも何かあった時にポーンと伸びる。そしてヒューってこう徐々にな、こうやって上に上がっていくっていう感じなの。金梅の場合は、過疎時代が多くて、低い時代の過疎時代が多く、あって、ね、半年とか1年ぐらい過疎時代があって、ポンと出てきた感じかな。金梅の場合は。そこが違うんじゃない?だから金梅と俺って、ニコ生の配信歴で言うと、俺のが早いけど、金梅のが多分、1年後か、半年後か、そんぐらいなんだよ。でもやっぱり有名になったら最初俺なんだよ。だからそこが違うんだね。ただ金梅はニコ生でもすごかったよ。すごかった。正直。金梅はキチガイ配信、どうだろうな。ほんと、キチガイ配信の先駆者ではないけど、でも、まあ、キチガイ配信で有名になってる、やっぱキチガイ配信って言ったら、ニコ生では一番じゃない。多分、一番最初に、ネルとかね、ネルさんって今ね、品川の区議会議員やってるけど、その人がまあ、一番最初なのかもしれないけどね、そういう配信はいるの、他にいるかもしれないけど、でも、キチガイ配信さん一番最初に浮かぶのは山崎。金梅じゃない。多分。ニコ生って言えば。いろんな名前出るけど、そんなもんじゃない、きっと。
いや、マネック、そうだよ、もちろんだよ。だって、金梅はネルの配信が好きだったんだから。ああいう気違い配信が好きだったんだから。だから、ネルの配信見て、ネルのファンで、そんで、ネルさん、ネルさんって言って、ネルを追っかけてたんだから、最初は、金梅はな。それで、気違い配信をやってたんだから。うん。で、まあ、金梅が出てきた。それを見習ってやった人間が、橋本くん。今、ふわっちでね、最近休んでるらしいけど、ふわっちでやってた橋本くん。自分には優雅さんみたいな雑談配信できないんで、ね、自分も配信やりたいんですと。ただ自分には優雅さんみたいな雑談できないんで、金梅さんみたいな気違い配信でやりたいんですよ。自分も有名になりたいんですよって言って、橋本くんは配信始めたからね。うん、俺がやればいいじゃんって。99個いらっしゃい。そのネルもあれだからね、ネルも最初に有名になってきっかけは、うなちゃんマンへの売名だからね。うなちゃんマンへの売名。うなちゃんマンが、うなちゃんマンの放送中に、スカイプで、ネルが突して、そこで売名して。うん、その前はもちろんある程度あったけど。うん、橋本くんやってないらしいよね。どうしたんだろうね。まあそういう歴史があるんだよな。俺ね、配信者に先輩も後輩もないと思ってるんだよ。俺は、ニコ生時代、じゃあ俺よりうなちゃんマンとか、横山みどりとか、石川紀之とか、俺より先に配信者やってる人がいた、水谷もそうかな。じゃあその人たち先輩か立てたかってないのよ。うん。おのおのが配信し、別に先輩だろ、自分より早くやってようが何しようが別に学校でも何でもないし、そんなこと思ってこなかったんだけど、ツイキャスはそういうのが強いね。配信者として先輩だから。ニコ生で配信者やってた人間たちは、やっぱりそういう歴史を作ってきたから、今のツイキャスっていうのがあって、今を作ってるからっていうのを、ナーボーとかそうだけど、そういうの多いね。俺はでも、元大手だったりとか、そういう有名な人たちにも、臆せず若い人にはやってもらいたいと思ってる。関係ねえでしょ、女も。先輩後輩もないでしょ。長井先生はだって俺、ニコ生やってる時さ、もうニコ生なんてやってなかったからね。ただ、いろいろ話は聞いてるし、動画も見たことあるし。俺とうなちゃんま、まあ、今でもね、言われるぐらいだから、まあ、一時は気づいたんじゃね？うん、俺とうなちゃんまんってね、いまだに言われるよ。ゆいがとうなのコラボを見たいとかさ、またああいう時にみたいになってもらいたいとか、ね、喧嘩みたいなのやってもらいたいって言われるよ。でもね、そのね、あの時代だから右も左も知らない配信者ゆいがで、うなちゃんまみたいなね、大手の人間だったから面白かったのかもしれない。もう、うなちゃんまの手の内もわかるし、あとそれと同時に、うなちゃんまが古い。あの人はいつまでもニコ生時代のネタでずっと僕に攻撃をかけてくるから、もう古い話で終わってる話ばかりで、全部買わせるんだよね。だから、新しい情報での叩きがなかったりとかするから、もう、そう、多分ね、ただの再放送になるだけで、新たな歴史が見れない。のかな。うなちゃんマン、今でも、そうでしょ？俺のことを言ってね、お前、ゆいがにも勝てねえだろうとか、そんなこと言ったら、ああ、ここににわかがいいんだよ。おい、ここにいるリスナーはみんな知ってっけどよ。俺はゆいがの首の骨折ったから、って。ね？俺が首の骨折れたって嘘の芝居をした、ね？今から5年前とか6年前の話を、未だに、ね？今もうその当時の放送を見てる人なんていないから、ね？脳内変換でユイガの首を折ったって真実のような話してしまってね。ここにいるリスナーはよ。